ーポイント成功なかった中野司です。名誉、名誉対ブルックス、ブルックスの上から決めてきたニック名誉。出し手を探す、一瞬カットインする動き、浅山が見せました。ただここは1対1でいく、1対1でいく。決まりました。ニック名誉、青木、ここは素早くボールを回す。名誉のスリーポイント決まりました。どこで攻めるかっていうオプションが本当にドラゴンフライズ多いので、はい、やはり北海道の方もディフェンスが絞りにくいですよね。これ今ブルックスがかなり名誉スリーポイントキャッチアンドシュート2本目。北海道のオフェンスです。辻名誉裏を通してダンク、バックハンドダンク決めていってバスケットカウントのメッセージです。いやそうですね、今日本田名誉選手がいいですね。いや辻選手もいいパスしましたね。はい、ここは辻から名誉に渡す、外に出して名誉振り向きのままシュート、名誉が乗っています。中野の手にかけて辻から名誉、名誉が行く外シュートを照らします、スリーポイント。いや北海道よく守ってたんですけどね、しっかり慌てずに作ってもらいたいと思います。名誉が開くターンアラウンド、このシュート名誉の得意のプレーです。一撃のスクリーンを再び使ってニック名誉、このフェイクにはダニエル・ミラー対応してニック名誉、これ決まりました。辻に渡すオフコートでスクリーン、ニック名誉スリーポイント決まりました。ノーファールでしっかり守りきります。そしてこれが名誉のスリーポイント、名誉、辻渡して名誉、もう一度コーナースリーポイント決まりました。わあ大きなスリーポイントになった寺島。